大震災の影響や原発の影響で大変な思いをしている一つだと思いますけども、夢や目標を諦めずに肩を向けて頑張ってください。そして今日は優勝目指して頑張ってください。皆さんおはようございます。僕らここにいる5人を含め、30名弱の選手で、東日本大震災以降、東北人魂の会を作って、東北サッカー界のために何かできることをやっていこうっていう会を作って活動しています。そんな中、皆さんに今日こういう大会があるということで、ぜひ皆さんの元気なプレーを見たくて今日感じていただきました。本当に思うようにサッカーできなかったいろんな状況あると思うんですけども、ぜひ、ね、サッカーを通してみんなで助け合って、一生懸命サッカーを続けていってほしいなと思いますし、僕らもその、力に貢献になれたらいいなということで、今後一生懸命頑張っていきたいと思います。僕らも皆さんの同じように少年未来があって、サッカーが大好きで、サッカー選手を夢見てやってきました。で、僕は今 J リーグでプレーしてますけども、皆さんが喜んでもらえるようなプレーであったり結果だったり進化せるように頑張っていきますので、皆さんも応援してほしいなと思います。ぜひサッカーとして、ね、頑張ってもらいたいなと思います。今日は思いっきりプレーして楽しんでください。頑張ってください。後ろ入んないで、後ろ入んないで、後ろ入んないで。いいですか？じゃあこっち向いてね。いくよ。はい、終わり。はい、じゃあ、はい、次のチーム入って。はい、一緒に。